下を編みながらちょっとお話をしていこうと思います。この編んでいる靴下は私を自分用の靴下で、片方は編み上がってますのでちょっとお見せしますね。こんな感じの靴下ですね。綺麗なグラデーションの糸ですね。冬にはもってこいの色ですね。で、つま先はまん丸つま先、14目スタートの30目まで増し目をしています。で、かかとはガセットヒールになっています。こんな感じですね。かかとで、もうただ何にも考えずひたすらぐるぐる編んで、ゴム編みで、最後は伏せ止め、ゴム編みの伸びる、すごく伸びる伏せ止めをして留めています。こんな感じの靴下です。今日は、先週、この間の日曜日ですね、10月の何日かなの日曜日に、私が尊敬しているソックニッターまゆみさんとニットソックス靴下を編むというチャンネルをされているんですけれども、そこで、編み物ラジオを毎週日曜日プレミア公開されていらっしゃって、その動画を見させてもらって、ちょっとアンサー動画っていうんですかね、ちょっと撮ってみようかなと思って撮影しています。で、そこで、その編み物ラジオ、まゆみさんの編み物ラジオで今回私がいろいろ考えさせられたのが、就活について話されてたんですね。人生の終わる時の活動ですね、就活について。それについてちょっと何点か思ったことがあったので、ちょっとおしゃべりしてみます。で、年齢が上の人というか、ちょっと人生長く過ごしてこられた方がされることのような、就活というのはね、そういうのがされる方、されることのような気がするんですけれども、若くても就活しといた方がいいのかなと思ったことがありまして、私はちょっと仕事柄ちょっと病気なんかをされたりして、後遺症が残った方たちと接することがあるんですけれども、思わぬ時に病気になって、私とあんまり年代が変わらない方ですけど、小さい子供さんがいて、思わぬ時に病気になって、自分で思うように自分の意思を伝えるのに時間がかかったり、伝えきれなくなってしまったりっていう方が何人かいらっしゃったんですよね。で、そういうこともあるかもしれないと思って、やっぱりその就活ってをちょっと考えておくことも、こうちゃんとした何かを残すというよりも、何か夫婦で話をしたり考えたり、家族で話をしたりっていうのが大事な年齢になってきたのかなと思いました。で、私は就活ではないんですけども、主人とは、自分が例えばご飯を食べられないような病気になってしまったり、後遺症が残ってしまったりしたら、胃に穴を開けて栄養剤を入れてっていう処置はやめてねっていう話は結構若い時から何回もしていて、もう白ご飯が食べれないんであればそっと見守っといてほしいなという話は主人とは何回かしたことがありますね。
より具体的にいろいろな話ができればいいのかなと思いました。であとは、エンディングノートとかっていうのがありますよね。ああいうの私はまだまだ全然書いたこともないんですけれども、一つ作っているのはアカウントのマネジメントノートといいますか、自分が登録しているサイトだったりとかいろいろなものの ID とパスワードを、紙ベースですけれども書いてファイルに挟んで全て取っています。で主人には場所を伝えていて、私が病気をしたり何かがあったらここから解約するなりしてくださいというふうに伝えています。でもなんていうんですかね、インターネットマキシマリストっていうんですかね、すっごくたくさんいろんなサイトを登録しすぎちゃって、もう訳が分からなくなっちゃってるのは私だけでしょうかね。で ID パスワードを忘れちゃうので、もう全部紙ベースで1個のファイルに書いて取っています。これなくしちゃったら大ごとなんですけどね。であとまゆみさんも言われてたんですけど、80点でいいやと、それでもいいんだと思って人生を過ごしていくといいっていう話をね、多分まゆみさんも何かの、本か何かを読まれたようなんですけれども、そういうふうな話をされていて、ああ80点かって100点満点で人生終わらなきゃと思ってたけど、そうでもないんだな、80点でいっかっていうふうに思って生きていければいいのかなって、ちょっとその時に気づきましたね。ただ私自身はその80点だと、まあ後悔しない人っていないんでしょうね。亡くなられる時にもちょっとこういうことしたかった、ああいうことしたかったって思うのが普通なのかなとも思ったりもします。私は後悔多分しそうな気がしますね。行ったことない国に行ってみたいところがあったのにとか、なんかそういうふうに思いそうな気がします。子供たちともっと話したかったなとかね、思いそうな気はしますね。就活についてまゆみさんのラジオを聞いて考えさせたことでした。であとは幸せってなんだろうっていうことについても話をされていて、すごく難しいなと思うんですけど、私の中では我ただ樽を知るですかねっていう言葉があるの、まあ皆さん有名なので皆さんご存知だと思うんですけれども、京都のお寺のところに手を洗うところになるんですかね、お水をためる器というか、そこに彫ってある字、言葉なんですけども、口の周りに口という字、あちょっと書いてみましょうかね、こう見えますかね、こういう字ですね。ちょっとこの辺汚くてすみません。我たら樽を知るっていう字ですね。こういうのが彫ってあって、まあお釈迦様がおっしゃったことをらしいんですけれども、まあ満足を知る、ただそれが、まあ、悟りを開くとそれが分かるということなんでしょうかね。その満足を知るっていうのはすごく大事なことなんだなっていうふうに思っていて、まあ座右の銘といいますか、心の中に置いておこうと思った言葉の一つです。でその満足を知るっていうことについて、私の好きなポッドキャストの一つに、新型オットナウイルスっていう最近の何かをもじった題名の、ポッドキャストがあるんですけれども、柏
承認欲求について話されてた回があったんですよね。でその承認欲求の回でその満足の器があるというふうに話されていて、で3種類ぐらいその器にはあるんだっていうことは言われていて、で器が小さければ、少しのことでもちょっとしたことで満足できる、すぐにその満足の器がいっぱいになって、あ満足できたって思える。であと大きいとやっぱりたくさんたくさんたくさんもらったり何かしないと満足しない、満足できるまでに時間がかかるっていうタイプで、あとこれがちょっとやっぱ怖いと思ったのは底が抜けてるタイプですね。いくら満足するための何かをずっと入れ続けても底がないから全部どん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 抜けていっちゃう、いつまで経っても満足できないっていうタイプがあるっていう話をされていて、はあなるほどなあと思いながら聞いていました。満足を知るってやっぱりちょっとまあ難しくはもちろん あるんですけれども、なんかその底が抜けてるタイプ にならないようにというか、じゃないように生きていきたいなとちょっと思いましたね。それこそ80点でもこれでいいやと、これが私って思えるというか、そういうふうに思いながら生きていきたいなっていうふうに思いました。でこれはまゆみさんの編み物ラジオをね聞きながら思ったことです。何か皆さんもその編み物ラジオ、まゆみさんの編み物ラジオを聞かれた方たくさんいらっしゃると思うので、何か思うことがあったら教えていただきたいなと思います。で前回の、アメリカ式の練習している動画でいろいろコメントとか、あと、インスタグラムの DM で、こういう編み方してますよっていう風に教えていただいたんです。教えてくださった方がいらっしゃって、でそれに対してもちょっと次回また編み物、あ違いました、アメリカ式の、いろいろっていうことでちょっと教えていただいたことをご紹介したりしたいなと思っています。はい、では今日はこの辺で。ではまた。